皆さんこんにちは。地域おこし協力隊1年目の羽草康介です。2021年から、2022年の活動報告を発表させていただきます。よろしくお願いします。地域おこし協力隊の主な活動内容としては、空き家バンクおよび空き家物件の登録の推進、空き地および店舗の掘り起こし、空き家などを活用した地域活性化などをミッションとして活動を行っています。今回活動した内容をカテゴリーに分けて話をさせていただきます。1つ目は空き家バンク登録の促進です。こちらの項目に対して、登録依頼された物件調査、江田島の空き家の実態調査、所有者へのアプローチを中心に行ってきました。空き家バンク登録された物件の現状確認を行うため、物件の現地調査を行います。状態を確認しつつ VR カメラで撮影を行います。こちらのカメラですが、360度の、カメラになっており、空き家の状態を、詳しく見ることができるので、現状がどのようになっているのか把握しやすくなっています。また江田島市の空き家の実態を知るため、都市整備課の方々と一緒に同行し、空き家の実地調査を行いました。現地を見て思ったことは、改めて江田島市には空き家が多いということ、その中でも危険空き家と言われる、本当にボロボロで利活用ができない空き家もたくさんあることを知り、少しでもこんな状態になる前に、利活用ができる方法がないのか考えていきたいと、思いました。また前回の実地調査時より約500戸もの空き家が増えていることが分かりました。着実に空き家はどんどん増えていることが分かります。また実地調査に入る前に、空き家相談窓口、空き家バンクに登録へのチラシなどを作り、調査時に利活用できそうな家にポスティングや、後日リストアップした物件に対して所有者様宛てにアンケートを送りました。返ってきたアンケートのうち 40% は1年以内に空き家バンクに登録したいという意向があることが分かり、所有者さんも空き家をどうにかしたいと思っている人がたくさんいることが、分かりました。今後もこのようなデータを蓄積し、利活用につなげていければと思っております。ホームページのリニューアル、VR カメラ、ポスティングなど、いろいろと、活動をすることで、空き家バンクの登録にもつながっております。今期の空き家バンク登録数も40件と過去最高となっております。引き続き、バンク登録の推進を行っていきます。2つ目は空き家の利活用です。こちらの項目に対しては、大垣高校との空き家問題への取り組み、空き家モデル住宅の推進活動、コワーキング施設へ空き家改修、切り口エリア複合施設への空き家改修を行ってきました。大垣高校の授業の一環として、生徒の皆さんと一緒に空き家問題への取り組みを行いました。江田島の空き家の現状を知ってもらう座学、空き家の DIY を行いました。取り組みには市役所の職員さん以外にも地元の工務店さんに手伝ってもらい、 DIY を進めていきました。 DIY の内容としては、庭の清掃、床の張り替え、壁の漆喰塗り、外装のペンキ塗りを行いました。こちらは空き家を市で改修し、賃貸として利活用する都市整備課のモデル事業です。こちらにも関わらせてもらっております。去年にモデルとなる空き家の募集をかけ、1件実施物件が決定しております。これから改修内容を決めていくフェーズに入ります。自身の手で空き家の改修にもチャレンジしました。地域団体えにしのメンバーとして、築80年の空き家の改修に携わりました。コワーキング、イベントスペースとして、最低限の工事を工務店にお願いしながらメンバーで改修を行っております。こちらは空き家の新しい利活用モデルとして、空き家の複合施設を切り口エリアで作り、新しい交流スポットを作るプロジェクトになります。
去年の12月から今年の1月にかけてクラウドファンディングで資金を調達し告知を行いました。8月のオープンに向けてこれから一期工事改修を行っていきます。こちらの複合施設ですが、施設を作っていく前にイベントなどを行い、いろいろな人たちに知ってもらうことから始めています。イベントとしては現地会や地域の人たちと餅つき大会を行ったりしています。今後も DIY イベントなどを開催し、いろいろな人たちにこの場所を知ってもらえればと思っております。3つ目は空き家の PR です。こちらの項目に対しては空き家所有者へ向けたガイドブック制作、空き家への取り組みの取材を行ってきました。同じ協力隊の牛尾さんと一緒に空き家の所有者さんに向けたガイドブックを制作しました。テーマは次世代に向けた利活用です。ガイドブックは利活用の内容だけではなく、空き家の予防チェックリストや補助制度などの情報も載せています。ホームページより確認ができます。空き家の取り組みを行うことで中国新聞さんや TSS さん、PR タイムズなどにも掲載させてもらい、田島市の空き家問題について PR する機会をいただきました。これを機に空き家問題、そして田島をより多くの人に知ってもらえればと思っております。以上が2021年から2022年にかけての活動報告になります。来期も引き続き空き家の掘り起こし、利活用、空き家の PR を行い、板島市の魅力的な街づくりに貢献できればと思っております。よろしくお願いいたします。